柔道事故で言いますと日本は圧倒的に多くって、それで溝口さんフランスのナショナルチームの柔道のコーチなんかもされてますけれども、フランスでは全く死亡事故なんかないんですよね。ゼロなんですよ。同じ柔道なのに なぜ起きないのかっていうところが、世界共通の柔道で、まあ、日本だけが突出して多い、まあ、今はちょっと小学校の全国大会廃止なっていう声が上がって、はいはい、小学生の死亡事故もその時ぐらいから、はい、こう出現して、うーん、これは何だろうっていうのはすごく思い始めた。それだから一言で言うと原因なんだか言えるんですか？やっぱり安全の管理、指導指針とか、はい、日本ってレベルが高いので小さいうちから高度な練習とか駆け引きとか教えちゃうんですよね。てかそれがやっぱ強さだったと思うんですよ。投げるのはいいんですけど投げられるのも小学生ですよね。ニュースオペドスタートです。